ご紹介をいただきました西原でございます。もう時間がだいぶ過ぎておりますので、進藤先生、十分な時間を残すために私は5、6分で話を終わらせていただきたいと思いますが、本日は、このテーマにあります、米中新冷戦、これをその括弧新冷戦としたところに大変面白さがあって、この共同体学会の考え方もそこに表れていますが、その新冷戦の中における日本の生き方はどうあるべきか、これをその、一つには一帯一路問題、もう一つにはウイグル、新疆ウイグル自治区問題に焦点を当てて、大変素晴らしい報告者をその集めてくださいまして、特に、日本国民は一般的にその最近は反中堅中の感情を持つ傾向にありますが、その原因は、一般国民はマスコミを通じてしか知識が得られませんので、そのマスコミの報道にもし誤りであるとすると、一般国民の判断も誤ると、こういう傾向になるわけでありますが、本日のこの報告者の方々の多くの方々が実態は違うよということをお示しをくださいまして、私個人にとっても大変参考になることが多かった、これをその報告者の皆様に感謝申し上げるとともに、これだけの人材を集めた進藤先生、心から敬意と感謝を申し上げたいと存じます。で、私は中国と関係を持ってからまあちょうど40年経ちますが、中国に行ったのも、今年と去年は行けなかったんですけど、これまで89回中国に参っていると、こういう関係で、どちらかというともう中国の中に潜り込んで中国を見てきたものでございますが、最近思うことがあるんですけどもね、近代中国がね、国際的な舞台で活躍をするようになったのはたった30年前からだということを私どもは忘れちゃいけないと、こういうことなんですね。つまり、この、確かにその小平によって改革開放せられ政策が取られたけれども、しかしその後いろいろと価値観の、この関する動乱、これが天安門事件に凝結をした。天安門事件が起こったのは1991年、国際的な批判を浴びた。それが91年92年あたりにやっと収まってきて、その頃から中国は本当に国際社会の中に登場したと言えるのではないか、そういうふうに考えますと、まさに30年、もっと狭い意味で言いますと、やっぱり2001年における WTO の加盟、これはその中国が公的に国際経済の世界に乗り出したということを、また世界はそれを認めたということになりますので、それから数えてもまだ20年しか経っていない、ね、しかもその中に例えば一帯一路構想、これはね、考えてみるとね、初めての経験なわけですよ。世界中の人が初めて経験をすることですからね、したがってそこには失敗や成功や失敗やいろいろな問題もあるわけですよ。中国はそのことを知ってると思うんですね。ね、知ってると思う。ね、私は
この我々日本人としてはまず中国が国際社会に出て経験を積み始めたからはまだ20年しか経っていない、今経験を積みつつあるところだ、おそらくはその成功失敗を反省しながら行くであろうということ、そして私は40年間中国の中を潜り込んで見ていて、中国はいつでも変わっているということなんです。私が体験しただけでもこの20年でも40年でも大変に変化している、そのことを私らは考えなきゃいけない。中国のやってることが今やってることがずっと将来までいくというふうに考えるのは誤解である。中国は変わるということである。そして第3番目に私が痛感をしている最近痛感をしておりますことは、やはり去年から今年あたりにかいて習近平主席の考え方、あるいはその党政府、党や政府の基本的方針もやはり変わってきつつある。それは何か、大国としての中国の国際的な責任ということに大変関心を持つようになってきた。これは私は、今年の初め、この、あれですね、アメリカと中国の高官がぶつかり合った会議がありましたけれども、そこにある、楊潔チさんの、発言を詳細に読んでみますと、そこには中国がちゃんとその点を意識しているんだよということを宣言していることが分かります。また7月1日の中国共産党設立100周年記念式典における習近平主席の演説を詳細に読んでみると、100年の共産党政権の努力の成果を誇っただけではなくて、今後における中国の世界における活躍を述べている。驚いたことにはこういう言葉を使っている。過去を教訓とし未来を切り開いていくためにはいう言葉を使って、8項目に使って日本中国はこうすべきだということを述べているんです。いいですか、8項目にわたって過去を教訓とし未来を切り開くためにはこうあるべきだということを説いている。私はね、中国がそれだけの高い理念を持ったということは大変その、注目すべきことだと思います。確か日本人から見るとその理念はいいけど、もっとうまく実践してくれよという気持ちがあることは否定できないけど、あの理念を持っているということ自体はこれを世界に表明したわけです。これは大変なことなんだって、しかもおそらく来年の1月2月に北京オリンピック開催についてボイコット論とかいろいろなある中で、今年の後半中国は必ず国際社会に向けた新しいアピールをする傾向になるであろう、こういうふうに私は期待し、むしろそのこういう機会を活用して狭くは日中関係、もう少し広くは東アジア関係、世界における中国の位置づけを素晴らしいものにし、
中国を立派な国になっていただくようにいろいろとこの期待を希望を述べると、こういう機会に活用すべきではないかということを考えているのが私の密かなる願望でございます。またいろいろな計画を立てております。皆さんもまたぞろそういうふうな観点をも持っていただきたい、このように考えまして私の話と返させて、ありがとうございます。